ちは、社長高校中毒で監督してます川野です。いつも教わってます。本日の動画はですね、自分が何かにこう緊張していたりとか、こう悩んでいたりとか、そういう時に自分の心をリラックスさせる方法としてですね、まあいろんな方法があると思うんですね。前の動画でもちょっと紹介させてもらった座禅を組むとか、綺麗な景色を見に行くとか、いろんな方法があると思うんですけど、最も簡単で結構成果が上がる、僕がいつもやってる方法があるんですけど、騙されたと思って一回やってもらいたいんですが、一言で言うと鏡を見ることです。それお前ナルシストなんじゃねえかって思われるんですけど、別にその自分の格好をつけるために鏡を見るんじゃなくて、僕は試合前なんかにホテルとかに行って自分の部屋にこもると緊張して不安な状況が続いてる時に必ず鏡の前に座ります。ずーっと鏡見てます。鏡を見ながらいろんな試合のこととかも考えるんですけど、何かの本に書いてあったんですけど、実際に科学で証明されてるのがよくわからないんですけど、鏡を見ると落ち着くっていう話があって、なんでかっていうと、鏡って自分が思ったように動くんですよね。当然自分が手を挙げれば手を挙げるし、横向けば横向くし、自分の思い通りに現象が動くので、すごく心が安定するそうです。そういう風なことを言ってる人もいるんですけど、僕はまあそこまで考えたことなくて、客観的に自分の状況を外から眺めるっていう意味で僕はいつも鏡を見てます。不安なら不安な自分、緊張してるんであれば緊張してる自分の顔であったり姿をじーっと見ることによって、時には鏡の中の自分に何かを言い聞かしたりとかすることもあります。鏡を見ながら自分の状態を客観的に見つめる。そして鏡を見てる間って他の一切のことが目に入らなくなってくるんで、自分だけを見ることができるんですね。でその中で自分がすごく心が落ち着いてきて集中できる一つのことに。試合前は部屋にこもって、大体いつも生徒とミーティングする以外の時間は鏡の前にずっと座ってます。目をするでもなく、黙想をする時もあるし、鏡を見てる時もあるし、どっちにしろ目をつぶって座禅を組むのも鏡を見ているのも結局は自分を見つめています。服装がどうとか髪型がどうとかっていう意味で鏡を見てるんじゃなくて、自分を見つめるんです。そうすると不思議なぐらい自分の心がついてきます。全然このポストもかかりませんし、場所も取りませんので、一度もし興味のある方は試されてみると思いのほか成果が上がるんじゃないかと思います。でまたそれとは別に、鏡を見ることによって試合の当日なんかでも自分がすごくいい顔してるな、トークできる顔してるなとか、今日は自分はなんか文字が載ってないなっていうのを客観的に見て鏡の中で確認するっていうこともお勧めします。一つの、参考になればということなんですけども、私がいつも試している自分の心を落ち着ける方法ですので、もしよければどこかのシーンで試していただければと思います。本日の動画は以上です。ありがとうございました。